場所はどこですか？内側？内側さんね。真上ではないですね。ちょっと内側。フィットするとでもやっぱり左が、うん、痛いです。やっぱこっちに体重乗っけてるんだ。近い側だからやっぱ近い側で、うん、今あれだけでやってるもんね。あこっち触るときにこっちに少し体が入ります。こっちに体が行くって感じで上半身も動かしてあげると、うん、本当だったら全部乗ってるんですよ。あいつもだったらこうやって全部上から触ってきてるんですよ。でこうやって一応真ん中にいる感じでかけてはいるんですけど、全然一緒、同じことすればいいんだけど、下に降りた時も、うん、だから降りてやるのが苦手で、逆に本当ベッドの方が心配になるよね。そうですよね。そうこういう感じで右に左に左に、そうどう、うん、変わりました。ちゃんと体もちゃんとなんだ正面に来れるからうまく使えられるんですけど、ここからだとちょっと偏ってしまって自分的にやりづらくって、うん、腰をやるよって言ったのはベッドの上で腰を、腰痛める、うん、足が使えないから、うん、結果全部背筋で起きたりしなきゃいけないじゃない。だから少しずつ下からこの高さなのよ。高くしてんの、うん、ここに乗るとか意味わかんないから。高いベッドだと乗れないから。そうそうそう、なんでこれを作ってくれてるのって話だよね。あだったら床でやっていいじゃん、うん、サロンのはあの整体のベッドと一緒なんですよ。もうちょっと低いね。そうそうそう、だから全然乗り降りができるんですけど